中山香里です。ローレル賞3連複5点で4880円当たりました。ありがとうが、まあ、先週アップした展開予想なんですけどね、ちょっと反省会します。まず JBC スプリントはまさかのヘリオスが逃げれず、展開予想とはちょっと違った形になりまして、ちょっと非常に残念な結果になりました。で、JBC クラシックは途中まである程度読み通りで最後3頭が抜け出す形にはなりましたが、オーベルニュー、本命のねオーベルニューが失速しまして、いやー本当ね難しい悔しい感じでね。でも展開予想動画は懲りずにまたやりたいと思うので、応援していただけたら嬉しいです。頑張ります。いいねください。はい、ではこの動画では紋別競馬場で開催する同泳スプリントの3連単フォーメーション予想ということで、1着に選んだのが3番のスティールペガサスです。もう今年になってから一度しか馬券を外しておらず、この枠このメンバーならあっさり勝ち切ってもおかしくないと判断して1着固定に選びました。続いて2着に選んだのが5番のスマートアバロン、8番アザワク、10番イダペガサス、以上の3頭を選びました。最後3着に選んだのが2着のサンタとに加え、2番のヒラソウル、9番の山のファイト、以上の2頭を追加した3連単フォーメーション12点で勝負したいと思います。